だ、ま、間違えました。間違えてないよ。ボケか。どういうボケから始まるの？いやいやいや、もう始まってるんですよね。始まってますね。いやいやいや。ということで、はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。足立清役の赤楚衛二です。黒沢一役の町田啓太です。チェリーマホザムービーの完成直前イベントが終わりました。いやまだ完成直前直前ね。そうなんですよ、直前ということなんで、はい、まあ、あともう少しということで、はい、ね、そうなんですよ。だから完成まで待ちきれないかなと思ったので、うん、久しぶりにインスタライブをやりたいなと思いまして、はい、はい、ですね。で今日まあ映画に初イベント、はいでしたけど、どうだった？なんか記者さんたちがバーっていられたのが、まあ、今回初の対人になるんですかね、多分。そうだよね、なんかまあイベントとかあったけど、うん、ね、人がすごい、なんか対人だからすごい楽しかったですね、うん、でも、だいたいその、なんか監督あまり喋れなかった感じが。そうなんだよね、申し訳ないなって。そう、もっと喋りたかった性格いたし、しかもその時、全然触れなかったんだけれども、風間さんね、実は着てるスーツというかセットアップの中の T シャツ豊川カラーにしてたりとか、オレンジで、あとここに刺さってるペンが豊川のペンだったりとかしてたからっていうのを事前に聞いてたんだけどね。聞いてたんですけど、入る前とかに、もうちょっと悔やんで悔やんでしょうがないから今皆さんにちょっとお伝えしたかった、はい、ということで、はい、公式 SNS で募集した皆さんからの質問にお答えしていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、第1問いただき、アドリブシーンがあれば教えてください。最初から最後までアドリブみたいなもんでしたよね。そんなことはない。今日もうなんか始まる前にちょっとどれだけ大喜利できるかみたいな、はい、枷を自分で立ててたけれども、はい、攻めるね。攻めますよ、今日は。いやー、分かるよ、でもテンション上がっちゃってるからね。上がりますよね、うん、アドリブでも多かったよね。多かったです、多かったです、うん、なんか、風間さんからも珍しく僕アドリブでとか、うん、っていうことも結構あったりして、だから年越しシーンのところあたりとか、うん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 、今発表されてるものでそこら辺だったりとか、ね、あとはまあ2人で、まあ、いる時のシーンだったり、まあ大体2人で言うんだけど、なんかまあ、とあるね、2人でちょっとこう帰り道というかな、帰り道とかいろいろあるんだけれども、これね、詳しくはもう言えないというか、言うなって言われてるんで、なかなか難しいんですけど、皆さんには楽しみにしてもらいたいから、はい、まあ結構多かったな。あとはあれだね、写真とかね、写真とかもいろいろ撮り合ったりとかあるんですけど、まあ、ちょっとお楽しみでっていう。うん、はい、じゃあ2問目いきますか。はい、どうぞ。はい、いきます。じゃじゃ、はい、映画で初めてチェリマホを見る人にこの作品を紹介するとしたらどんな風にお勧めするのがいいですか。なるほど、紹介してくれとしている。ありがとうございます。ありがとうございます。これは大事ですね。そうですね、まあ、僕もし言うとしたら、うん、まあ、普通にその恋愛経験がなく生きてきた30歳の、まあ、男性なんですけど、まあ、ある日突然魔法が使えるようになるんですよ、うん、どんな魔法だと思います？そう、人の心の声が聞こえる魔法っていうことで、うん、でそんな中その人に触ることで心が読めてしまうんですけど、そんな中同僚のイケてる同僚の心の声から自分の行為がすごいグサグサ刺さってきてしまって、うんうんうん、でそこの2人はどうなるのかみたいな風に話していただけたらいいんじゃないかなと、うん、確かにすごく興味惹かれるよね。確かに、確かに。それ以上はちょっと言わない方が逆に。あ、そう？それ以降はもう映画の内容。そうだね、ネタバレになってきちゃうからね、楽しみにしててもらいたいしね。そうですね、まあ、ちょっとなんかこう、あ、ちょっとだけなんかこうぬくもり感じたいなとかっていうもし思いがあるとしたらちょっと見てみてってそうですね、言ってもらえたらすごくいいんじゃないかなって思うし、愛が足りてますかみたいなそんな感じ足りてる方ももうたくさんいるよ足りてでもね、はい、ぜひぜひプラスアルファしてほしい
役目に使って、はい、ということでありがとうございます、はい、ではいきます。じゃあ何、足立と黒沢が喧嘩したら、うん、どちらが先に折れると思いますか。喧嘩はするかな、まあ、何かしらあるかもしれないけど、でもなんだかんだ頑固なのは多分足立だと思うので、そこら辺を救ってくれそうな気はしますけどね。いやでもね、なんか2人で折れそう2人で折れそう、なんか同時に気も一緒だと感じしますもんね。そんな感じするね。謝るタイミングとかもなんかちょっとね、合っちゃう感じしそうな2人だなと思うけど、うん、ですかね。はい、じゃあ次行きましょう。4問目、はい、こちらです。はい、はい、チェリマブの登場人物の中で友人になりたいのは誰ですか。お、あー、なるほど。いる、あれ、六角とか。あー、はいはいはい、欲しいですね。ただなんかすごいタイミング悪いところで来たりするので、うんうんうん、どうですかね、やっぱ湊ですか。湊くんもね、いいよね。なんかすごく楽しそうだし、的には柘植さん、なんか相談してもちゃんと答えてくれそうな、あの本当にしっかり相談乗ってくれそう、しっかり乗ってくれそうですね、うん、とことんまで、うん、やっぱあの物書きしてるから、やっぱりいろいろ言語化ちゃんとしてくれそうだし、そうですね、そうそう、確かに、うん、思ってることだったりとか自分が悩んでるとかそうです、うん、なんかそういうのってすごくいいなと思うから、まあ、あの黒沢演じていて足立とその柘植の2人の関係がすごいいいなって思ったから、うん、今回もね、見どころ見どころですね、最後の関係の、はい、です。はい、ありがとうございます。では、いきます。じゃん、足立と黒沢、じゃあ韓国では、うん、足立がウサギ、黒沢が狐によく例えられています、うんうん、足立と黒沢を動物に例えるなら何ですか。赤瀬さん、町田さんの場面場合も聞きたいです。ほうほう、あ、足立と黒沢、あと赤楚と町田。なるほど。ああ、いや、足立はもう決まってます。え、足立は決まってます。決まってる、はい、何、カバですカバね、カバね、はい、確かに、まあ、見てくださってる方には、ね、分かるかなというカバです、僕は。カバね、なるほど。黒沢はね、そうですね、いやー、なんだろうか、馬まんまメリーゴーラーだと思ったやつ2人ともメリーゴーラーだったやつでも、ウサギとキツネってなんかいい感じするね、確かに、なんかわかりますね、うん、なんかわかる。俺、ちなみに僕らどうしますか。じゃあどうしようか。え、何に食べられます、動物、何に似てるねとか。いやもう、顔だけで言うと馬って言われてるけど、いろいろ、なんだろうか。犬っぽいですよね。あ、そう、なんかリス系だよ。いや違う違う、そういうことじゃないんだけどなんかこうげっしり可愛らしい、うん、あ、ですか。意外と僕はあのカピバラとか、カピバラじゃない、なんだっけ、あれだな、羊みたいな何、アルパカとか。アルパカ、あ、アルパカね、アルパカ言われますね。ですか。どちらも装飾系ですねはい、じゃあ次いきます。6問目かなこちらです。はい、おすすめするかっこ好きなおにぎりの具をそれぞれ教えてください。日によって違いますもんね、気分あるからね、はい、そうだな、具か、具で言ったらさっき言ってたやつとかいいんじゃないですか。ん、あの名作、あ、まあ、具じゃないんだけどね。具じゃないんですか。まあ、具なのかな。具っておにぎりの中ってイメージだけど、あ、外側なんですか。外側にあの味噌を塗るっていう、味噌にぎりっていうのが僕の、まあ、出身地のちょっと名物でも、名物というかポピュラーフードでもあるので。外側なんですね、ずっと中に詰まってるかと思ってました。いや違うんだよ、外にベチャって塗ってるだけ、ただ味噌、別に焼きもしない。なるほど、うん、焼きおにぎりの焼かないバージョンみたいな感じですね。
うーん、そうだね、言うてみるとそうかな。あれでも醤油の方が多くない？多いですなんかある？僕はおすすめは、梅干しです。まあ王道にうまいよね、はい、確かに。ツナマヨとか。ツナマヨもいいですね。昆布とか。昆布も好きです。エビマヨも好きです。はい、いいね、いいね。選べますね。確かに。はい、ではいきます。じゃじゃん。チェリマホファンの呼び名を決めてほしいです。難しい。難しいですね。今まで何て呼ばれてたんですかね。確かに。チェリマホ人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 。チェリラー。チェリラー。ああ、これ難しいな。チェリー魔法族。チェリー魔法族。あ、魔法族。魔法族。あ、魔法族ね。ああ、確かに。まあそれもいいしね。ん、何か。チェリケ。チェリケ。家の方、家の方。じゃあチェリケで。いやいや違うでしょ。難しい。あれもう決まった？え、チェリケじゃないの？本当に？え、魔法族じゃないの？あれ、なんか今スタッフさんたちもいらっしゃるんですけど。どっちなんですかね。どうなんだ、皆さん反応来てるのかな？そうですね。もしかして。どうなんだろう、わかんないのかな？ね。確かに、こういうのは僕らよりね、どっちがいいかな？ね。はい、チェリケでございます。チェリケチェリケで決定しました。チェリケいいですね、チェリケね、ちょっとホーム感ホーム感もありますし、チェケラみたいな、ちょっと家族っぽい感じ。はい、ありがとうございます。はい、では次いきますか。はい、いきます。はい、じゃあです。はい、はい、お、また共演するとしたら今度はどのような内容かっこ役柄がいいですか。そうですね、まあもうちょっと戦いたくないなっていうのは自身個人的な意見で仲良くしたいしたいので兄弟か、まあ、ね、確かに地元の友達でっていう。ああ、いいよね。こんなことですよ。いい、なんかちょっとそういうなんかね、アットホームな感じは僕も好きだな、うん、なんかね、同級生とかでもいいし。そうですね、うん、もういいしな。あとはハイボレーかな。言うんですよね。だから 僕が祈祷して、そう、祈祷師なのに全然その自分についた霊が払えない祈祷師で、その霊確かにさ、面白そうだな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、じゃん。どんなシチュエーションの時に心が読めたらいいなって思いますか。うん、2人が僕らってことですかね。なんかそのなんですかね、どういう意味ですかね。うん、でもね、基本的に個人的にね、赤楚くんのことは読めない方がすごく楽しい。そうなの。さっきもそうだけど出てき方とかさ、あのちょっと事前にね、僕あの行きますみたいな、ボケます、ね、ちょっとボケますみたいなとか言ってて、そう来たみたいな、ちょっと、うん、結構楽しみというか癖というかになってるから、うん、まあ読めたら、確かに読めなくてもいいの方が、うん、っていうことを考えたら、別にどんな時に読めたらいいかだから。読めなくていいんですよ。そうかもね、うん、確かに。それはちょっとあれだよね、今回の映画にも通ずるところもあったりして、うん、確かに楽しみにしてもらいたいね。そうですね、そこも楽しみにしていただきたいなって思います。うんうんうん、心を読むことがどうなるのか、ね、確かに。はい、ありがとうございます。じゃあいいですか、次。はい、10問目、結構答えれる。はい、
3月10日は砂糖の日。はいはい。思い浮かんだ甘いもの、好きな甘いものは何ですか？これサクッといけるね。はい、いきますね。はい、せーので言います。せーので言う。はい、はい、いいよ。せーの。シュークリーム。あれあれ、僕はチョコと同じ。シュークリーム。あ、なるほど。うん、まあ、同じようなもんだよね。まあ、砂糖ですからね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、さてさて、もう終わりか。終わりですね。早っ。いやー。これで何分ぐらいですか、今。もう15分。15分ぐらい。わ、早っ。あっという間ですね。これ、終わっちゃうんですか？終わっちゃうみたいですよ。もう。早いな。話したいこといっぱいあるからね。はい、ありますね。だし、秒ですね。こんなにね、本当にたくさん質問をいただいて、いやいや、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。ね、本当に質問いっぱいありがとうございます。うん、ありがとうございます。はい。ということで、もう本当に最後ということで、じゃあ、皆さんに、ね、せっかく、はい、見てくださった皆さんに一言、ちょっと挨拶しましょうか。そうですね。はい、最後。じゃあ、僕からいきますか。はい、はい、じゃあ、ね、お時間いただいて本当にありがとうございます。チェリー魔法映画化ということで、もう本当に楽しみにしてもらいたいです。でこの映画化というのは本当にあの今ご覧になっている皆さん の声だったりとか応援のおかげだと本当にあの僕らもずっと話してますし、本当に感謝しております。チェリー魔法ドラマから今回映画地続きの話にもなるんですけれども、変わらない世界観の中、さらにぬくもりが、温度が上がった、そんな内容になっておりますので、ぜひぜひ、楽しみにしてください。本当に今日はありがとうございました。今日は見てくださってありがとうございました。少しでも、まあ、僕たちこうやって質問答えコーナーをやったんですけども、これでよりそのチェリマホの映画が楽しみになってくれたらなって思いながら、僕たち今ちょっと話してたんですけど、ちょっと脱線はしすぎたかもしれないですでもまあそんな中で、もう本当に1ヶ月切ってはないですかね。切りました。切りました。本当に1ヶ月、うん、だからあとちょっと我慢していただけたら、本当にあのチェリマホの世界観の中で、テレビドラマからパワーアップした映画でお会いすることができるので、うん、ぜひそれまで楽しみに待っててください。はい、ゆうたろうさんが来ています。なんだって、なんだって。ゆうたろうくん、ゆうたろう、お元気ですか。ゆうたろうくん、髪の毛まだ金髪だよね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あら、似合ってるからね。似合ってますね。ねえ、ゆうたろうくんともね、シーンも楽しんだし。あ、そう、楽しかったね。楽しかったですね。楽しかったわ。あの、つげとね、みなとの二人のシーンもね、ありますから、今回。はい、ね、ゆうたろうくん。楽しみにしててもらいたいですね。はい、泣いてる泣いてるという。嬉しい。嬉しい。嬉しい泣き。いやいや、ね、忙しいのに見てくれて。ありがとうございます。はい。素敵なチームなんですよ、本当に。本当に大好きです。ありがとうございます、本当。ありがとうございます。ということで、はい、ね、先ほども言いましたけれども、映画公開まで残り1ヶ月を切りました。はい、インスタライブをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございました。では、バイバーイ。バイバーイ。